皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。ちょっと久々にかぶってみたいと思ってこれで登場してみました。苦しい。はい、今回はですね、この間ベトナムの、資料袋を使ったバッグとかを紹介しましたけど、そのシリーズで新作とかね、新しい柄も入ってきたんで、それをちょっとちゃちゃっと紹介したいと思います。はい、まずは、はい、こちらですね。はい、これはキーケースになります。この中にね、よいしょ、こういうふうに、このように紐がついてて、このように紐がついてて、ここに鍵つけてね、あと小銭とか入れてもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらキーケースのデザインがね、ちょっと新しいのが入ったんで、こちらと、あとこっち、これは裏ないですね。はい、こんな感じで、はい、まずはキーケースで、次にですね、首からね、ぶら下げるポーチとか入りましたんで、はい、こういう風なデザインが入りました。はい、でこのようにに、首からね、こうぶら下げて、スマホなりなんか入れていただいたら、いいんじゃないかなと思います。はい、でまだあるんですよ、今日ね、たくさんあるん でこれがちょっと新作で、ミニトートバッグですね。これとあとこういう感じね。で、これはですね、ちょっと嬉しいことに、はい、ここがね、ファスナーで閉じれるように、はい、こういうふうに閉じれるようになってるんでね、盗難防止とかにはね、盗難防止にも役立ちますし、これビニールコーティングしてるんで、雨の日でもね、中のものが、ここから多少ね、あんまり雨、強い雨だったらあれですけど、カバンの中にね、雨が入ってこないような仕組みになってます。で、まだあるんですよ。こちらを先に。で、こちらがですね、パスケースになってます。はい、こんな感じですね。はい、ナス缶ついてて。はい、こういうふうな可愛い。なおかつね、ここね、小銭ポケット、コインポケットもついてますんで、こちらですね。はい、続きまして、で、これしようかな。はい、ミニミニポーチですね。こういう、結構ブータさんやっぱり多いんですよね、デザインがね、ベトナムって。はい、こういう感じで、中はね、こんな感じになってます。はい。で、まだあります。まだあります。で、さっきがミニミニポーチで、これがミニポーチです。ここにね、指引っ掛けれるようになってます。で、こういう感じですね。で、豚さん多いな。はい、これちょっとライオン出てきましたね。これなんか個人的にはいいな、これとちょっと今気に入りました。はい、で、はい、これ鶏さんね。はい、で、よいしょ、で最後に、こちらですね、パソコンのケースとなります。で、これは以前紹介したかもしれないですけど、パソコンケースね、これもちろんこちら側にもこの両方にね、クッションちゃんとついてるんで、パソコンを保護してくれます。で、前はね、13インチまで入るパソコンバッグ
なんですけど、今回のこれは15インチまで、14ですね、はい、インチまで入ります。で、今店で使っているこの、バイオのパソコンが14インチなので、ちょっと実際に入れてみます。あ、これ15までいけそうですね。14で、まあ、これぐらいで、こんだけちょっと隙間あるんで、15ぐらいはいけそうな感じですね。幅はちょうどね、でも14でぴったりなんですよね。だからまあ、15いけそうですねっていう言い方ダメですね。一応は14インチまで対応してます。15はごめんなさい、ちょっとわかんないです。はい、14だったらぴったり入ります。はい、こんな感じで、はい、となってます。はい、今回はね、非常にたくさんね、入ってきましたんで、ザザッと紹介させていただきました。どれかね、気に入った柄とかね、あればまたご連絡していただいたらと思います。で、またネットショップの方にもね、近々アップしますんで、よかったらね、そちらの方も見てください。はい、今回は以上となります。どうもありがとうございます。